まずはホームの群馬のメンバーです。ゴールキーパー清水です。小島、大部、畑尾、三永の方バックです。中盤田中、岩上、中山、加藤、前線青木と大前の2トップです。こちらは前節から6枚変更という形になっています。一方、相模原のメンバーです。ゴールキーパー三浦、藤原、白井、川崎の3バックです。ただ兵頭、川上、小玉、レオトです。シャドウのポジションに清原と松橋、ユアン、そして最前線平松です。巻いてくる真ん中、大部のところ後ろからゴールキック、わずかに右でした。後からいいボール入りましたよね。ちょっとこう迷わせるようなところで三浦選手出たんですけどね、触れませんでしたよね。まあ、大部選手の高さが気になって少しかぶったところ、最終ラインまで行く、いい形で奪った。ただ清原ワンツー、中平松がちょっとフリー、フリックを使った、清原が来た、大部のブロックまだあります。川上、この関係性良かったですよね。平松選手を落として、まあ、最後清原選手でしたけど、ここの大部選手のね、守備力っていうのはさすがですし、岩上回収して左の加藤純也、加藤です、外す、一つ溜めて内側、大前、吉永の黒、いいボールだー。後半入った吉永アシスト、決めたのは青木、うまく一つ剥がして、まあ、大前選手から展開したところで、吉永選手のいいボールに青木選手がね、ファーからニアに入ってきたところで、うまくヘディング合わせてファーに流し込みましたね。吉永選手の上げたボールの速さ、質っていうのも高かったですし、まあ、相模原の方は一人一人の選手は今日キレもいいですし、気持ちも乗ってますので、どう変えてくるかっていうのはすごく楽しみでありますね。はい、お拾った、加藤純也、エリアに入ってくる加藤純也、加藤純也ラストパス拾った、加藤、三浦よく足出しました。ただです、児玉俊斗、梅鉢からのクロス、真ん中ヘディングだ、平松のヘッド、清水が抑えました。藤原、斜めのパス、いいボールが入った、平松、外、多田、多田のクロス、真ん中ヘッドだ、変わったばかり、安藤翼、高木采配ズバリ的中、追いついた相模原。最後のただ選手のクロスの精度と、まあ、安藤選手が走り込んだ位置ですよね。平松選手が少し釣ったところで、渡辺選手と、まあ、サイドバックのところ間、藤原がセル、セカンド拾う、内田のクロス、青木、青木、青木、セカンド拾う、畑尾のシュートだ、児玉俊斗のテクニックを見せました。細貝です、狙いに行く、児玉俊斗引っ掛けた、安藤翼、安藤、いやー、まあ、いいところで児玉俊斗選手引っ掛けて、安藤選手のらしい思い切ったシュートでしたしね。まあ、清水選手正面ではありましたけど、非常に強いシュート、児玉俊斗のキック、真ん中ヘッド、川崎です。畑尾、渡辺光大、両サイドに開いてます。畑尾を選択、畑尾胸で落とした、加藤純也切り返す、左足だ、外、完璧な切り返しでした。外使って児玉俊斗、外してニアサイドだ、安藤翼、キャッチしました清水、ニアリターン、児玉俊斗クリア、ここで試合終了、1対1、
両チームの勝ち点差4のまま。激しいゲームでした。群馬対相模原、結局1対1、勝ち点1ずつを分け合う形となりました。